ちのサイトをイケメンにしてもらいたくてですね。はい、5万4000回相当って書いてますよ。そんな幅やばいですよ、5万4000回って。かなりお腹を鍛えられます。やりましょう。怪我ここも脱毛を落としてみてですよね。顎下も入ってくるとこういう感じになる。7本ぐらいつくか。あ、ちょっとピリピリしますね。ちょっとピリピリしますよね、うん、電流感じる。あ、感じる。右手の方ピリピリしてないですか。あ、全然しないです。右手の方は大丈夫ですか、はい、金属の棒を握らされてますね。あ、でも全然平気。お、僕あの銭湯の、まあ、炭酸風呂とか、あ、違うか、電気風呂とか嫌いなんですけど、これ平気です。なんかもちもちになった感じがします。肌白くなったっすかね。なんかよくなりましたよね、あのブラックピールの後、うん、本当にシミが透明感で、はい、なんか顔ちっちゃくなった気しますね。締まりました。ブラックピールやるとちょっとお顔の引き締め効果を実感されるかと思います。はい、なんかそんな感じします。おお、すごい、なんかいよいよって感じだね。なんか毛が剃ってあるね、それは。あ、綺麗になってます、綺麗になってますね。だから今から筋トレが始まるね。お、腹筋一番嫌いなんですよ、知ってますよね、海さんも。はい、じゃあお願いします。じゃあ装着、はい、多分その強さのレベルがあるっていうお話だったじゃないですか、はい、で、はい、あの一番強い 100% でお願いします。ダメです、 10% からまず。徐々に上げていくとかもできるんですか。できます。じゃあ徐々に上げていってもらって、まあ100いってもらいましょう。いやいやいや、無理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 。だから YouTube で知ってるでしょ。絶対無理でしょ、冷たい。そう、ちょっとまずパッドを貼っていきます。はい、スイッチ完了しました。強いモードで今日始めますね。お、いや弱いモードでダメです、ダメ。あ、でも最初はあの出力本当に弱いとこがスタートなので大丈夫です。斉藤君、あのちゃんとリアルを届けてね。じゃあスタートで、はい、やっていきます。何この音、今のヒルルルみたいな音、何今の。これどんどん徐々に上がっていくんですね。今 20%、 はい、感じる。あー、ビリビリする。25% と 25% 全然違う。はい、結構 1% の差が。 100% までの道のりはまだまだ。これ 100% 無理だ。いけるいける。 100% は無理だ。1回やってみる。いや、ダメ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 。ちょっと1段階上げてみましょうか。はい、30% で。 30% 結構30でもきつい方はかなりきついとしちゃう。きつくはね、まだまだいけます。はい、4ぐらい上げてます、はい、来た、レベルアップ、レベルアップ。あー、レベル3、レベル3。痛い。いや、結構これでもすごいですよ。 55% とかまで。我慢強いんだね、やっぱ斉藤くん。斉藤くん我慢強いで100いけます。いや、無理無理。あ、痛い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 。あ、痛いな、これ。わかんないんだよな、なんか斉藤くんリアクションがそんなないから。これが今70ですか。65です。あ、65。70いっていいらしいです。全然余裕そうじゃん。これすごくない？ 70ですか、はい、え、多分それこそ20人に1人ぐらいですよ。先生陣、ざわついてます。すごい、こいつだけ言うとやばいな。これ何、これ何、急に変わった。なるほど、刺激の急に変わった。あれが変わった。これ好きじゃないやつだ。あ、いろんなあれが変化してるね。パターンが、はい、得意なパターンと苦手パターンがある。そう、これね、うわぁ、こんな感じ。あぁ、すごい動いてるね。ビリビリする。あのね、さっきまではなんかこう締め付けられるような感覚だったの、ボンボン。今回はなんかふわっと広げてギュッて急にビリビリ絞る。全然わからん。あー、全然わからん。くすぐったい、くすぐったい。
ちょっとやばくない？やばいやばい、くすぐったい、くすぐったい。ちょっと下げ、下げてください。100よりこっちの方がきつい。こっちの方がきついです。くすぐったい、くすぐったい。痛い方がまだ。はい、終了しました。お疲れ様でした。汗がすごいですね。なんかあとこう腹筋のラインも出てましたね。そう、出てる。ここですか。うん、すごい。いいじゃないですか。これすごいですね。はい、はい、これもう楽しみ。さらに1ヶ月ぐらいしたら筋肉が、ね、厚みが出てくる。そうですね、楽しみですね。違うわ、はい、すごい。腹筋びちゃびちゃだよ、ちょっと量多めの方がいいかな。結構汗かきますね。結構かきますよ。めちゃくちゃかきます、ね、多分先生が思ってる倍はかきますね。なんかベンティーだったよね。ありますあります、はい、これの上のね、はい、ベンティーします。スタバでもなかなか聞かないベンティーですね。グレーの服着ると脇だけ真っ黒になる。斉藤君、薬の量がグランデからベンティーに変わりました。じゃあちょっと冷やそうか。うん。麻酔しなくていいよ。する。しばらくするとお酒に酔っ払ったようなほろ酔いの感じに変わってきます。怖っ。どうですか、ガスの具合決まってきた。僕片方鼻詰まってるんですよね、今。あ、なるほど。でも両方に鼻チューブ入ってるので大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。鼻詰まりに対して。おお。これダメなんだよ。こういう痛みです。ドクターこと診療所とか医療見えないからね。どうでしょう。ちょっとこういう感じだ。ちょっと見えないんだよ。大丈夫です。我慢できる。はい。あ、じゃあ続けます。ちょっと持つか。やっぱちょっとね。ちょっといい。前から静かにして。いや、そうだ。まあでも確かに結構あれだね、ボツボツと濃いね。これなくした方がいいわ。ちょっと低そうな感じするな。うん。連続でいきます。お、痛い。いや、何も痛くないんだ、すごい。まあ、髪の毛まで照射してもらっていいですか。もうないのに。OK。 じゃあ待って、これ麻酔してますか。いや、麻酔はしてないです。痛くないんだ。痛くないんだ。結構やっぱり、濃いところは男性痛がる方多いので、まあ、ヒゲが痛いって方多いですね。もうじゃあ斉藤さん大丈夫っぽいですね。痛くない、よかった。ラインを引いたところに糸を入れていくイメージやります。6本入れるってことですか。そうですね、左右合わせて6本。大丈夫、死にそうじゃん、もう大丈夫。これ意識あんの。斉藤君意識はありますよね。斉藤君、うん、元気ですよ。元気ですか。テンション上がってるよ。ね、滑ってるよ斉藤君ちょっと。だんだんね、かっこよくなってね、やっぱ楽しくなってきた。なるほど、そういうことですね。今後の人生楽しいよ。確かに確かに。そう、なんか最初来る前すごい緊張しまくってたんですけど、やったらもうめちゃめちゃスムーズで、しかも痛くもないから、本当になんか、なんて言うんだろう、なんでビビってたんだろうみたいな。え、聞いてますこれ。前見えないから分からない、こう滑ったのかなみたいな、どっか行っちゃったのかなみたいな、どっちなんだろうみたいな。はい、じゃあ斉藤君、今から早速注射打ってくるんじゃないですか。はい、はい、じゃあちょっと少しだけお体を私倒しますね。はい、ちょっとここ痛み感じやすいですね。怖がってます。見れませんね。
顎ちょっと次行きます。斉藤さんね、お口元がちょっと少しねこう出てるタイプの方なので、はい、顎がちょっとだけ入るとバランス綺麗になっていきます。ちょっとね、ごめんなさい、クワクします。いよいよ整形っぽくなってきたな。唇の主張強めなんですね。ちょっと前に、そうですね、ね、受けるのね、はい、はい、先生、じゃあ今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。どんぐらい時間かかったんですか？5時間ぐらい。5時間、なんかかかんないぐらい、4時間ぐらいですか、実際は。4時間ぐらいか、うん、すごいですね。今日メスも使わずにもうできるだけかっこよくしてくださいっていうなんか無茶ぶりをしたんですけど、はい、それでもなんかこの終わった瞬間分かるぐらい変わるんですね。すごいですね。自分でこうやってて感じますもんね。糸リフトってあったじゃないですか、はい、あれが一番効果大きいんですかね。多分速攻性ってことで言うと、はい、糸リフト、あとヒアルロン酸の治療が一番鏡で見て、はい、わっ変わったっていうのが分かると思いますよね。あ、そうですね、確かに、うん、この後も徐々にもっとなんていうんですか、引き締まっていく感じなんですか。そうですね、今ちょっと麻酔で腫れてる部分もあるし、あと糸が入った後コラーゲンが生成されてきて、さらにお顔がキュッと締まってくるので、まあ本当に1週間後、1ヶ月後とどんどんと良くなってくると思います。楽しみですね。楽しいな、1ヶ月後は。はい、マジで遊びすぎちゃダメだよ、女の子。いやいやね、はい、でもね、この湘南美容外科さんには男性の方も結構来られるんですか？はい、そうですね。どういうあれで来られるんですか、大体？一番多いお悩みは髪の毛の薄毛と言いますか、はい、髪の毛をちょっとこう増やしたいとか、抜け毛が気になるっていうご相談の方が多いんですが、あと脱毛の治療、今回斉藤さんも受けてくださったヒゲとかですね。最近多いですもんね、なんか男性もなんか脱毛するのがなんか当たり前みたいな感じになってるから。そうですね。どうなんですか、でも女性から見て毛がない方がいいですか？毛がない方がいいと思います。本当ですか？清潔ですよね、はい、シンプルに。全身ない方がいいですか？全身なくてもいいと思います。でも手もいいですか？なるほど。僕なんか毛は多分薄い方なんですけど。確かに、やった方がいいですね。でも今ぐらいの感じだと多分清潔感があっていいかなと思うんですが、はい、あ、いいんですか？もしやるとしたら、うん、なんかどんぐらいでできるんですか？どのくらい通ったらいいですか？もちろん元々の毛量というか毛の量によるんですけども、人それぞれ個人差がやっぱあるんですか？うん、ただやっぱりある程度皆さん1年とか1年半とかかけて徐々に減らしていくっていう方が多いです。あ、そうなんですね、はい、ちょっとやろうかな。はい、特にヒゲ剃りとかは毎日の朝の時間が減ると思うので。そうですね、はい、結構人気が今回もでもそうですね。ヒゲ完全になくなるってどうなんですかね？うん、まあ、なので例えばこうデザインというか、はい、お顔のこうバランス見てちょっと口ひげとか残したい方もいらっしゃるので。ああ、そういうのもできるんですね。はい、まあ、こことここだけ残してなんか周りは。あ、そうですね、僕はそうです。そうか、僕は結構ひげ好きなんで、ただここら辺はやっぱ邪魔なんですよ、どうせ剃っちゃうんで。そうだね、だからそこは脱毛した方が絶対いいなと思って。当院だともみあげ頬っていう部位があるので、うん、そこを受けていただくとちょうどこの辺のうん、ちょっと皆さんがいわゆる武将髭とかって言われちゃいやすいとこですね。ここめちゃめちゃ嫌いでした、はい、あ、なるほどね。特に首よりもこの辺が嫌いだったですね。しかもめちゃくちゃ安くできるんですよね。そうですね、もう当院はかなり本当に価格は良心的な、ね、本当にそうみたいな、はい、だからなんか入りとしてまあ脱毛とかで来られるの人が多いですよね。そうですね、うん、でだんだんあとはご年齢にもよるんですけども、うん、ちょっとこうミドルシニア世代の方になってくると、はいはいはい、シミ取りの治療ですとか、あ、はい、あと今回斉藤さん受けたようなリフトアップの治療、はいはいはい、はい、ヒアロンさんですとか糸とかボトックスとかも人気あります。でも男の人もやっぱね、そういう美容になんかかける時代ですからね。そうですね、そういう人のモテますよね、絶対モテると思います。あと基礎化粧品も最近すごくメンズものって増えてると思うので、はいはいはい、化粧水とか乳液とかってそうですよね、やるのが当たり前みたいになってますよね、はいはい、その延長でこういう美容クリニックで肌のメンテナンス来るっていう方も結構多いかなと思います。シワとかもなくせるんですか？はい、結構なくせるっていうか、はい、減らせるんですか？はい、あ、で結構でも高くなるんですか？シワ取りの注射もものによるんですが、大体まあ一番お安いのだと 1V3000円台のものもあるので、例えば眉間のシワが気になるってことであれば、眉間のシワが 1V 確か3680円とかですかね。はい、安いですね。で3、4ヶ月ぐらい効果が持続するので、もう月1000円って考えたら全然、はい、これね
見てる視聴者さん絶対やった方がいいですよね。本当にだってディナー一回ちょっと我慢するだけでできますからね。外食を一回我慢するだけで、はい、確かに。時を止める天才。あと多分ディナーって言った時に額が高くなっちゃったんですけど、ディナーの額がね、結構高いからね。だいぶディナー我慢するのね、勇気いるよ、はい、だいぶ外食例えにはちょっと良くなかったね。そうですね、うん、そっか。でも本当にシワってその年齢の見え方って変わりますもんね。変わりますね。本当にそこをケアするだけでかなり若く見えたりとかしますもんね、はい、若く見えます。あとこう男性の方って女性とよりもこう化粧でごまかすってことができないと思うので。そうなんですよね。もう確かに、はい、あと髪型でこうちょっと例えば隠すとかもできないし。そうですね、そうですね。もうそうするとこういうところで土台の肌自体を良くしましょうっていう話になって、うんうん、そうですよね。もう見えちゃいますから全部がね。そっか。やっぱ僕もね今27なんですけど、まだねそのどうだろう、そういう年は感じてはないんですけど、はい、でもすぐ来るじゃないですかそういう時期が、はい、なんでね早いうちになんかその未然にやっとくみたいなのできるんですか。はい、あの予防としての、はい、治療もあるので、はい、例えばシミなんかも大きくできてから取るって方もいれば、はい、シミの予防としてレーザー治療光治療に通うって方もいらっしゃいます。僕も一度診察させてもらって、はい、やっぱあのかっこよくいたいんで、はい、年取っても、はい、ちょっとまたいろいろあのお願いします。ぜひお待ちしております。じゃあ今日本当に斉藤君も自信ついちゃったんでおかげさまで。やっぱりねあの見た目良くなると、ね、心の中もねかっこよくなるよね。自信つく。楽しいですね。そうですね、うんうん、なんで本当にねなんかちょっとなんだろう気になることがある人はねぜひねあの勇気を持ってて、かそんなにねあの、はい、敷居高くないですもんね。そうですね。普通になんか、はい、通うのは当たり前に結構なってる時代なんで、はい、もう普通に気軽にあの来たらいいと思うんで、あのぜひねこのこちら湘南美容医学さんにね皆さんあの来てみてください。来てみてください。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。